徳田金一、徳田金一、3月25日から1913年3月28日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中尉日本陸軍航空霊名機のパイロットであり、同僚の木村鈴志郎と共に、日本における最初の航空事故犠牲者として知られる。山口県吉木軍宮、野村出身。平民、徳田総二郎の子。 1907年5月31日、陸軍士官学校本科を卒業し、同年12月26日、少位に任官。台湾不評第3連隊夫の不評注意であった1912年5月、不評家から抜擢されて、第一期飛行術練習生となった。同期の木村鈴史郎注意と共に、フランスで学んだ、茂野清武から直接指導を受けていた。 木村は、金沢市南町の木村産業の養子で、徳田中尉と同じく第一期飛行術練習生として、砲兵科から転じた選抜生だった。1913年3月28日、航空思想普及のため、政府は、貴族院、衆議院の議員らを招いて、飛行機、飛行船の観覧飛行を行った。飛行技術を観客に披露した後、帰還のため、 木村中尉が操縦するブレリオ式単用飛行機に徳田も同乗して青山連平場を立った。正午近く陸軍所沢飛行場付近東方において飛行機が突風に煽られて左翼をもぎ取られ300メートル上空から霧もみ状態となって埼玉県入間郡、松井村の麦畑に墜落。周囲の者が駆け寄った時木村は スロットルレバーに花を強打し顔面を粉砕。一方、徳田は操縦席で木村の膝に抱きついた状態で発見されたが、胸部を強打しており、両者ともにほぼ即死状態であった。事故死当時、徳田は二児の父親であった。この事故は日本における最初の航空事故であり、二人は最初の犠牲者であった。事故は各紙で報じられ、 よさのあきこは二人を悼んだ歌を15種作り、新聞に発表した。山和新聞が、懲役金を呼びかけると全国から4万円が集まり、比較宇宙の三劇という歌まで作られた。懲役金で墜落現場の土地が購入され、二人の銅像のついた記念塔が建てられた。殉職の際に二人が着用していた軍服は、その犠牲を物語る結婚もそのままに球団の、 優秀感に陳列された。ありがとうございます。